はい、こんばんは。始まりました、キスハグ2週間ぶりですね。今日はゲスト、珍しいゲストが登場してますんで、今日ね、光がね、いないんですけど、MC 頑張っていきたいと思います。それでは先にタイトルいきますね。キスハグこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ソロじゃないよ、もちろん。ソロやったら誰も見ないでしょう、これ。じゃあ早速、どんどん紹介していきましょう。はやて、かんぼさ、そちらも。はい、久々やな。久々っすね、だいぶ。うん、久々です。あとね、もう一人います。先月、なんと初ナンバーワン取りました。トマト、シュンジュを抑えて、ね、初ナンバーを覚えと、シュンカモ、シュン主任、シュン主任昇格したからね。そうっすね、しました。よし、昇格おめでとうございます。ああ、さらにナンバーワンという。ああ、ね、もう最高の主任なんでね。最高の10月やな。幸せな1ヶ月でした。はい、サーチャ、サーチャちょっと待ってね。サーチャ、サーチャちゃんね、ちょっと待ってね。はい、それではね、もう一人、なんとなんと、前回の放送でね、みんなが頑張って800コメントいったということで、おやっと来てくれました、この人。おレンジだよ、よいしょ。やっと来た。やっとっすね。よいしょ。待ちわびだ、待ちわびだ。やっと来たよ。やっとでもレンジ800コメント出ないと、俺は出ねえぜっつって。そんなこと言ってねえ。まあ、なんか噂によると従業員もコメントしたみたいな。おい、やめろ。それ何だよそれ。それで雪ふざけんなってきたからね。マジかと思って、マジかと思って罵声浴びせられたら俺と思って。はい、これね、このメンバーで。あ、そうそう、うん、そのメンバーね。いや、今日はね、このメンバーでお送りいたします。はい。まあ、こっちの情報なんですけどね、今日からスタジオ変わったんでね。変わったんで、すごい。なんかめっちゃ綺麗になってるんだけど。綺麗になってる。なんか出てんの、ここに。なんか出演者とか出てないな。まだ出てないっすね。ここら辺にポンポンと出る。困ってんのかな、まだみんな。はい、レンジさん、髪切りましたか。あ、先に乾杯しとこうか。乾杯しましょうか。はい、では乾杯。よろしくお願いします。じゃあもうテッドもらんくなってん、スタジオ変わったから。うん、うん、テッドおらんわ。いないですね。うん、これね、髪切りましたよ、襟足だいぶ。持ったー、持ってきていたー、テッド。うわー、テッド。あーっす、かわいいな。似合うな。これもしかして僕のために持ってきてくれたんですか。いや、絶対嘘ですよ、絶対嘘。顔がめっちゃ濁ってる。あ、レンジさん、ガタイいいですよ。ガタイいいですよ。いや、出てるんすよ。待って、シュンと間違えてるやん。いや、俺ただ肉ついてるだけですから。ごついよ。あ、今日ね、ドクロ並んでるね。そうなんだよ、まあ、T シャツですからね。今日、感謝デーっていうね、安いイベントなんで、セット料金半額なんで、皆さん今から待ってますよ。うん、切ってもイケメン。ありがとう。なんか髪の毛ね、切ってもイケメン、切らなくてもイケメン、ありがとう。やるやん、まあ、でもやるやん、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 やるやん。お、早手くん、私が在籍でバンドのドラムにそっくり。在籍ってこと、いたってことですか。あ、歌ってたんや、すごいね、女の子のバンド。音痴なのにかっこいい。いや、まあ音痴なの。いや、違うっす、あのバンドドラムですからね。歌っ、あ、そうか、歌わないっす、歌わないっす。ドラムか、ドラムやったね。お、シュン、シュンは久々、これは久々っていうかまだ2、3回しか出たことないんです。いや、今年3回目、今年初めて。3回目ぐらい、あの、陰キャラなんで。ナンバーワンなんで、うちの。まあでもうちのナンバーワン、やばいな、すごかったですよ。ライザップ始めます。ライザップ始めます。ライザップね、リアル考えました。あ、そう、シュン君そんな顔って細々乗ってないからさ。あ、確かに。みんなわかんないんだよ、誰みたいにはめっちゃ。これがシュンちゃんです。どうも、シュンです。いい顔、ありがとうございます。そこ俺すぐ反応しちゃった。早っ、すぐ反応しちゃった。コメントビッてみたいな。出た瞬間読めたな。すごいな、シュンってそんな顔だったんだね。いい顔、いい顔、よかったよかった、よかったね。ゆきぬの左、左シュン、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 シュンじゃないですか。あ、こっち、あ、こっちなんですか。こっち、こっち、こっちはね、早手感動さで、こっちはシュン主任。うん、うん、
ん？うん？止まった。今何 VK バンドやってますと、ビジュアル系バンドね、かっこいいよね。でも女の子でビジュアル系バンドって珍しいんじゃないの？確かに。あんまり聞かないですもんね。確かにな。はい、わかりました。はい、かわいいよ顔。シュンね。シュン、シュン、かわいい？シュン、シュンピー。みんなやっぱまだシュンのことはわかんないから、もうじゃあシュンのことをね、じゃあ。いやいやいや、そこは。女の子で。やっぱ女の子でバンドかっこいいよね。かっこいいっすね、うん、やっぱり。あ、違う、はやてくんの方やって。ありがとうございます。いや、早いわ。いや、でもドラムっつったらもうやっぱシュンピーっすもんね、多分。俺がドラム？ちょ、ガタイがドラム、ガタイドラムっぽい。これでバンド組んだら多分ボーカル、ボーカル、ギターの、ドラム、ドラム、まあ、どっちかがギターやろな。そうっすね、ギター、ベースやろな。まあ、セットでもいいですけどね。いい曲か、うん、異教科って、めっちゃ噛んでないですか。異教科、異教科、異教科ってなんですか。異教科勝手に異教科、異教科ください。異教科っていうのをちょっと、あーあーだよね、略したんですね。略しすぎた。シュンって人、野草屋かって、もう、わかってます。野草屋からも女でもな。あやたくんが可愛い。勇士も、あ、うちのオーナーのことですかね。返事オーラある。いや、オーラめちゃめちゃあるよね。オーラ、なんか消えたからな、途中で。なんか色また黒なった。なんか俺また黒なったな。大丈夫ですか。あ、運動会したから。運動会ですね。あ、そうや。そう、そう、この前。おとついですかね。おとついな。おとつい陸上競技場で。すぐ日焼けするからな。そう、運動会楽しかったけどね。楽しかったですね。焼き鳥ではないで。え？焼き鳥？焼き鳥じゃない。焼き鳥なんですね。焼き鳥じゃなくて焼き鳥、焼き鳥なんですね。みんな焼き鳥、焼き鳥言うから。軟骨しか言わない。やげん、やげん。そう、みんな雪取り雪取り言うて、あの部屋名の人俺のこと取りって呼ぶからね。もう雪どこ行ったんっつって、そこ滑る俺。いや、滑るとこにはもう関心があまりいかなかったっていう。どうした、2週間ぶりの MC 下手やな俺。焼けるの早いね。焼けやすいですよね。焼けやすいんですよ僕。だからすぐ黒くなっちゃう。すぐ黒くなっちゃう。ほんと嫌だわ。ほんと嫌だな。そう、太ったんじゃない多分ね。俺日焼けしたらさ、太く見えんだよ。でも筋肉だよ、代表。代表結構ガタイっすもんね。俺あるからな。めちゃめちゃ強い。走り幅跳びやばかったっすね。走り幅跳びすごかったからな。だって1位でしたっけ。2位。あの飛び方すごかったよ。飛び方すごかった。空中に3秒ぐらいの全力で動いてるの初めて見ました。本当に俺動けんねん、実は。すごかった。つい一昨日運動会やったんですよ、浸水運動会。そうそうそう、100人ぐらいでね。あの浸水本店じゃなくて、あのグループ東京の全店舗集まって100人ぐらいで運動会やって、誰が1位とかじゃないの。あ、でもグラミスが1位なんだ、2部の。ああ、そうですね。俺歌プリ好き。歌プリっすもんね。俺歌プリ好きよ。歌プリ大好きです。歌プリすぐ歌プリ。早い早い、反応が早い。反応が早い。しゅんちゃん営業方法は。僕は焼肉営業ですね。好きやもんな。ほんま好きやもんね。そのまんまやから、そのまま書いて。ほんま好きやわ。しゅんぴと焼肉ぐらいしか行ったことないもんな。あのしゅんを指名したら漏れなく焼肉食べます。焼肉行きますというか、すぐ焼肉、いろんな焼肉屋に連れて行きます。めちゃくちゃ行きたくなくても無理やり連れてかれるからね。焼肉かカニやもんな。東京ドームじゃないな。カニやな。どこだっけ。どこやってな。江戸川陸上競技場ですね。でもめちゃ綺麗でしたもんね、あそこ。あそこ綺麗だった。そうだったよ、天気良かったしな。噂によるとあそこ貸し切るのに結構莫大な金がかかる。そうだよね、確かに。いやいや、俺は東京ドームがいいって言ったんだけどな。あー、なるほどね。逆にやっぱ東京ドームでしょよ。ただ遠かったですけどね。遠かった。逆に1時間ぐらいかかったっすね。俺開会式間に合わんかったしな。飲みますよ、マジで。遅刻してたわ。ジョエ行こうって。焼肉みたいな顔してなかった。ジョエ行こう。むしろ本当美味しい焼肉は俺が教えたるで。よし、もう帰っていいのかな。いやいやいや、お仕事頑張って。お、頑張って頑張ってくれ。頑張れた。もう頑張れる。頑張れる。うん、開催式やったよ。開会式やったっすね。場所はね、なんか内勤さんとかがすごい頑張って決めてくれるよ。大久保公園肉フェスやるね。またやるか。真のテリトリー。もう行きます。僕はちなみに今今月はラーメンフェス、ラーメンつけ麺と、うん、ラーメン、普通のラーメンやってるんですけど、僕はもう4回行ってますからね。バカなんだ。行った。俺も行ったんやけど、あれラーメン勝つな。いや、僕はつけ麺派です。つけ麺ですね。つけ麺派でしょ。俺ラーメンだったわ。あれレンジ欲しい。欲しいって。もらってくれる。俺もらってくれる。サーサちゃん、サーサちゃんは毎回、あ、いてくれるんですか。もう代表が出てない時もサーちゃんはずーっとレンジくんレンジくん言うてくれるから。へぇ、サーシャ、サーシャ、あのユーザーの。ありがとう。空気清浄機みたいなの。サーシャ、ほんまや、サーシャ。お、早手喋ってよ。サーシャ、あれや、サーシャ喋ってよ。俺欲しい言うてる子や。うん、
言うてますね。サーシャでも焼肉みたいな顔しやがって。そこにはバレてるやん。バレてるやん。バレてるバレてるバレてる。早く喋ってかっこいい焼肉みたいな顔しやがってって。でさっきね、前にはライバルですからね。もうデブ勘弁。すごいな。いや、的確なコメントしてくれる。嬉しい、嬉しい。でもレンジさん次、再来週って言ってます。再来週だ。来週は出ないや。再来週ね。オッケー。まあじゃあ来週また、うん、まあ、僕は出ないけど凛との時に800いったらいいんですか。いや次1000やな。じゃあ次1000高えな。じゃあ900め、あ900、あまあ凛と会えるで900いけるかの問題かな。いけるいけるいけるか。いけるよ、頑張ろう。ここに会えるいるから。お、会える。ダメ出さないで。だって言うなよ、そっちすぐ簡単に。これですか、出したの。やめてよ。焼肉やな、焼肉やな、どうせ。やめてー、やめます。でも見えてるからね、あっちも、うん、みんな見えてるから。あ、そうなの。いや、簡単に見えますよね、今ね、多分。来週は見れない、打ち込むの早いから。あ、来週見れないの、うん、ああなるほどね。じゃあ来週、じゃあ来週に期待やな。来週の凛たちの頑張りで。そうだな、まあ、光さんいますからね、うん、名前は分かんない。名前わかるの？名前わかんない、わかんない。なんか ID みたいなね、だけなんで。ユーザー ID みたいなんで。だけなんで。ほうほうほう。すごいな。ミンミン、ふむふむ。そうなんだから、確かにな。私の名前はなんて出てる？名前とね、WFCX とか出てる。WFCX 複雑です。わからない、わからない。複雑です。小文字と大文字が入り混じってる。全然名前は出ないよ。名前、あ、これもう今何人来てるとか見れねえんだ。あ、そうっすね。そうだな、全然わからないな。こっちで見れんのかな、見えへんわ。見えないっすね。結構、ゆきさん左手絶対蒸れてますよね、今。左手蒸れてるよ。だってもう、この、これに入れてんの俺ぐらいやからな、多分このニコ生で。あ、光ってスキンヘッドみたいな。間違えちゃう、まあまあまあ、ハゲ、ハゲですね。いつもの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 、ハゲのお兄さんなんですね。っていうかもう、キスハグじゃないもんな。そうっすね。ああ。光と光の部屋でしょ。部屋っすね。完全だって、テツコの部屋みたいな。テツコの部屋みたいな。オナニー状態みたいなとこあるんですよね、ちょっと。あ、もう恥ずかしくてコメできないって。ダメだよ、コメントして。じゃあ、もうせっかくやし、もう次いつ出るかわからへんから、うん、なんか質問だよ。なんかしてほしいこととかないの、ね、代表に。いや、俺にじゃん、我々に。我々に焼肉もいつ出るかわからないです。え、焼肉も。そう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 、焼肉もな、質問タイムっていうので、うん、なんかないっすかって言うと、ちょっとないんじゃない。急にコメント止まった。止まった。急にコメント止まった。止まったわ。結構ないやないかい。ないかい。ね、びっくり、びっくりした。キスしてって。だよ。キスや。キース。キース。小学校やん。中学生。中学生な。一人いるな。一人大体。焼肉みたいな顔で重いな。うん、もう。貯金いくら。貯金いくら。貯金いくら、リアルか。あ、お、キスすごいな。なかなか。キスからの貯金に。すごいな、すごいギャップがあるっすね。いい質問来たな。質問多いな。レンちゃんの好きな女の子の体の部位らしいですよ。部位どこやろな。まあ部位全容か。まあ部位、部位読めるんすか。あ、部位焼肉つながりですかね。俺ね、俺どこだろうな、あの腕ちゃん、この、あー、二の腕とか、二の腕のこの、なんかタンクトップ着てる時、うん、そこ部位、V V。 じゃあ次、ハヤテは焼肉みたいな。これはでもやっぱ膝頭っすかね。膝頭綺麗な、膝頭綺麗な子が好き。たまに、ああでもちょっとわかる、ここ膝綺麗みたいな。膝すごいなみたいな。ああ綺麗な子、膝まで行き届ってるかあいつみたいな。俺お尻。ああ、まあ普通やろ。まあエロくはないね、普通に。普通に。シュウは、俺はすげえリアルに言っていいですか。うん、俺すごい内もも、内もも。ああ、ね、お前、はいはい、ホルモンじゃないよ。お前ホルモンじゃないよ。ホルモンじゃないよ。ホルモン、内臓、内臓系いたね。内臓系いたね。内臓系。座布団じゃない。焼肉なんだわ全部。焼肉。みんないいコメントしてくれる。確かに。おもろいな。座布団なんか希少部位だからね、もう。今 V って絶対焼肉に行くことで攻めてほしかったんやけどな。ナイスだな。じゃあ、ちょっとね、今の話でカチカチやで。カチカチやで。しちゃったけど。他はね、趣味、趣味、みんなの趣味、趣味とかでいいかな。俺らの趣味あんまつまんねえからやめとけ。そうですね、趣味は普通、趣味は普通だからやめとけ。でもゆきさんのなんか好きな食べ物って出てましたけどね、さっき。食べ物ね、食べ物知りたいらしいですよ。結構焼肉、焼肉じゃないですか。しゃぶしゃぶ、いや、肉じゃないですか。肉じゃないですか。肉じゃないですか。焼くのはやばい。しゃぶしゃぶと、シンス通うにあたっていいところ、あ、いい質問ですね。それがいっぱいあるよ、まず従業員いっぱい多いからね。そうやな、その、いろんなキャラの、確かにヘルプがいると、そこは強みだよね。
薄れえ薄っラッパラ代表これは薄いっすよ一人一人言ってくんちゃう本店の代表一人一人本店の代表こんな薄いことしかいけんいや俺ちょっとびっくりしたほんまいやいや本店のいっぱいあんだよ CM 後にね多分考えてくれてますんでじゃあそれでは CM の方行きましょうどうぞこんな俺やけど絶対絶対お前を幸せにするから運命の人と出会うならイオンインクめっちゃイオンインクイオンインクじゃあ大募集来るかもしれないはいどうぞいやいいとこ攻めたよ、うん、本当に、うん考えました代表うんまあまあ担当いなくても、うんね、楽しめるっていう多分分かってるね君、うん、新数来たことあるねこれね絶対あるうん絶対あるこれまた拾ってないコメントね拾ってないコメントがねありすぎてんなそういうことって書いてる拾ってないコメント読んで蜂いっぱい来てるやんこれこれ蜂なんかいつも来ますもんね、うん、あれかパチパチパチやもんなパチパチパチ飲み放題はありますかって来てますね飲み放題飲み放題はねまあまあまあ金額気にしなかったらありますよそれは確かにもう、うん、飲み放題飲み放題って自分が思ったら飲み放題ですよね食べ放題はないんすか代表食べ放題ねそれはあの営業終わりとか、ね、ありますかここはやっぱあれほらあれ何だっけあの何すかカートってやつがあのセール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 イニシエのイニシエのじゃあそこはちょっと説明してもらおうかレンちゃん腕まくるはする人ってお腕枕しかせえへんね腕枕しかしないんですかえいいどう腕枕するみんなどこに腕枕置く俺ね筋肉ないから腕枕っていうことがね多分ね腕じゃないですもんねかわいそうなんだよねいや肩やないかいここ肩やないかいでも肩やないかいもし腕枕するとここが良くないああ、ちょうどいいああ、この腕っていうかもう胸枕だよねそう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 胸あたりが、うん、どこがいいのかな逆に女の子確かにあ、それねあの、ほんまにこっつかったら腕でねいける感じだけどゆきさんと俺ぐらいだったら多分うっ血してきますからねうっ血してくるから血止まってきますからね多分それで寝て起きたら俺ここ多分感覚ないからちょっと青白起きたら青白くなってる青白くそれやばいもう四つ子に見えるわってそれやばいねこれあるあるなんでちょっとすごい四つ子に見えるわって来てますわ四つ子に見えるおいいいことやこれでねイケメンやからなみんななヘルプ大事だよなヘルプでもヘルプもうちは面白いと思うよまあいろんなキャラがいるからねそうですねいろんなキャラも残ってるし残ってる、うん、残ってるって何ごめんな腕枕逆に気使うあ気使うんや腕に対してね気を使うってめっちゃ優しいじゃないですか腕枕気使うんだったら添い寝でお願いしますまあ顔の濁り方すごい腕枕ね腕でかい方がいい腕枕じゃないんだなもう今はあ今の時代は、うん、今だもう今だもう今は、まあ、今現代っ子は今セフレとかじゃなくてソフレっていうのがあるソイネフレンドソイネフレンドみたいなのがあるらしいですよソフレって確かにそれでいいんだやっぱ腕枕なんだかんだ女の子嫌いなんだねこうやって居心地あんまりよろしくないなんか今の男のあれやエゴやなエゴあ腕枕確かにここで寝ろよみたいな、うん、そう考えたら、ね、逆にどう寝たいのかわからへんやん普通に寝たいんじゃないですか後ろから牛みたいな、うん、あ牛ねなんだおすごっえ牛え牛ね牛牛牛の牛人焼肉屋やねおい誰だ、エラ枕誰やねんエラ枕って詳しい詳しいエラ枕はおもろい詳しく詳しくここに置くのちょうどここに置くのおい、てめえやったろかいもう目の前の音はすぐやられますもんねでもベッドは絶対別がいいんすね別なんだ頭ポンポンは好きあ、女子だな寝るまでは牛がええけどそれからも別がいいってことやんね10分ぐらいね、最初の10分牛寝じゃない牛寝待って
上目遣いとか目疲れるわってもう男の夢全て崩してきた目の神経に対して気づかれます今日の回全部男の夢を崩してるな2つになればいいのにそしたらビジホやね、ビジホ全然多分ラブじゃないな、そこはビジホですね腕枕されたら少し浮かせて軽くするわ、女子だなぁあぁおい、そんなヤバなエラちゃうわめっちゃエラに聞いてる、まあ、鍛えてるっす、鍛えてるっすから、鍛えてる任せろ鍛えてますよ、エラ枕安心してくださいっつ鍛えてますよ鍛えてます鍛えてます鍛えてますよエラ枕はヤバいエラ傷つくからダメねそう、エラ、ダメですねそんな俺ヤバなエラしてるヤバなエラして、もうエラ認めてるしなエラちゃうよ、言うてたのにいろんな飲んでるもんな他に何か質問ありませんか？ラブホの作りは好き、うん、VK 語れる人、うん、ああ VK だったらいますね、何人かたくさんいるんじゃないですか、いるんじゃない結構いっぱい本店、ね、ビジュアル系バンドの、うん、だった子もいるしね、うん、でもそういう系も多いんじゃないかな、うん、そうですね確かにもうね、来てね、語ってもらって、うんうん、僕も意外に6年前、7年前 VK でしたからねあ、そうですね確かに VK ホストのね、もう先駆者先駆けというか、ね、紙シルバーでずっと化粧したからね確かに、うん、すっぴん見られるの恥ずかしい俺すっぴん見たいけどな逆にあ逆にあでもことかみんな言いますよねすっぴん見せる人の方がなんか好感持てるよ、うん、絶対見せた方がええわ金玉くらさえのことは金玉くらってもうなどういう感じ金玉くらってなんやねんどういう感じなんですかプレイの一種だな。そう。プレイの一種。でましてこっち。それでほんまに寝れた。大丈夫。いやダメっすよ。こっち途中で硬くなってこない。寝れた。金玉途中で硬くなって。硬くなってくるやろ。そこ心配なんですか。ま痛くないですか。金玉枕気になるな。何おっき。マシュマロ系マシュマロ系モデル系とマシュマロ系だったらちょっとぽっちゃりみたいな緊張して俺指名できないけどどうしたらいいそれはまず一回焼き鳥つけるから焼き鳥の顔を見てから俺後からつこう、うん、そしたら落ち着くもっと緊張するんじゃん逆にもっともっと余計かっこよくなるみたいなそうですねゆきさんついて金玉枕っすね大丈夫なこと大丈夫なこと何と思ってんのいやいや道具道具やな強い強いわこれ一応先輩やぞ一応じゃないですよ先輩やぞああモデル系とマシュマロ系の話ねモデル系とマシュマロ系、うんうん、だからまあ、ね、モデル体型がちょっとポワンポワンしてるマシュマロ系がいいかなどっちでもね悩むその間じゃう悩む、ねまあ、間を攻めたら、まあ、どっちか言うたらどっちかっすよねあのカリカリでもいいんだけど、うん、やっぱなんか掴めるとこないと嫌だよね、うん、掴めるとこってやばいですよガスリみたいガリガリかデブ、うん、そこ行かれたらもう間、デブがとかじゃないけどでもマシュマロ系かな、がいいっすかねいやとか言ってんのマシュマロがいいかなってやっぱ細い人はマシュマロ好きそうなんですよね逆に俺はガリガリの方が好きいや違うんですよマシュマロっすよ俺は何でも食べたい何でも食べたい出た、うん、これ焼肉営業やガリガリおやおや欲張りさんがおるな今日はな悪い人やガリガリ君って俺に言うてんのそれいや大丈夫ですゆきさんゆきさん俺もビクってなガリガリ君ガリガリ君そんな二人とも話したガリガリ君だからこっちからしたらシュンが喋るとすぐお肉の話になる布団になりたい俺の布団になりたいめっちゃ吹き飛ばされてまあまあ言うと長さ足りないと思うんですもんねタッパが大丈夫すぐ蹴飛ばされようか俺の布団になってほしいけどな本当にマシュマロオツパイマシュマロオツパイああ友達のいとこの弟が女の子に変身してましたどういうことだよいろいろ分かるねいろいろ分かるね女の子に変身しましたそれちょっと分からへんなあでも焼肉屋さんああそれはちょっと聞きたいね、うん、変身って感じ違うの変身しゅんさんかわいいお前もかわいいぜあれそういうのじゃないすぐ反応するなでも俺ほんまに新塾じゃなくてもいいけどどこが一番今のところで一番美味しいの一番うまかったとこ一番、うん、なんかあの叩ければいいと思うんじゃないや焼肉ジャンボってとこがすげーうまかったですねジャンボどこにあるジャンボっていうどこにあるの多分西麻布の方にあったんですよおしゃれやな西麻布すぐ西麻布これはうまかったですねでも身近だと俺は光栄あやっぱ光栄ねであとホルモンが好きな人は渋谷のホルモン屋さん渋谷のホルモン屋さんがめちゃうまいあれ何今食いながら喋ったホルモンいや違う食ってるやん今食ってるやんただ丸いだけやただ丸いだけやそんなよシュン思ってたのなんか違うよってそうどっちの意味違うねいい方か悪い方かみたいなね
あ、ニューハーフなってたんや、いとこが。あー、そうね。それ衝撃。前回もこんなんあったな、うん、そういうのあるよ。やっぱそういうの最近多いんだよな、うん、まあ、男が女なんてもなんか結婚できる動向とか、うんね、そんな多いもんね。誰が降りたや早いぞ俺は。誰が降りたや降りだっしは多分いるっすね。多分いるな、うん、多分いるわ。旬、自分のコメント入るのめっちゃ早いよね。すごい。でも牛頃バンビーナ、牛頃とか知ってる子も。俺はちなみに牛頃もう行った。俺2店舗行った。牛頃2店舗って結構じゃあチェーン店みたいな。北海道寒いから、あ、じゃあ北海道来てんねや。あれ、お、あ、北海道の子なんや。みたいですね。北海道すごいな。ファンですね。ウインクして話題に出てるの俺ウインクできないからな。あ、代表がウインクめっちゃうまい、いや俺ウインクうまくないから。違う、俺、まあ、接客してるやんか。でもここの席で俺が接客してるやん、こう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 言うて。で、代表があっちで接客してるやん。で、パッて目合うやん、すぐウインクしてくんねん。遠くから遠くからさ、ここの何も女の子バレて求めて、求めてんのバレてへんのに。俺にウインクも俺しか分からへんようなウインクしてくる。いやもうなんかさ、仲いいのやめてもらうんですか、もう急に。かっこええ思て、かっこええって終わるっていう。でもスマートにやっぱウインクできる人かっこいいっすね。確かに、さりげなくね。あ、じゃあ代表ちょっとウインクしてあげてくれます。イウンク、イウンク、アップで、代表ね、アップでイウンクまでしてくれ。イウンクしてくれ。俺ウインクマジ苦手やで。いやもうそれすぐ悪口入るやん、すぐ悪口入るやん。ほんとに。お、来た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 。それは代表のウインクまで。こっち。3、3、2、2、1、1。はいよ。かっけー。いけてる。いけてる。かっけーな。かっこいいっすね今の。いけてた。かっこいい。今ので急にコメントもやばいぞ。かっこいい。かっこいい。コメント減ったっす。コメント減ったっす。かっこよすぎてたっこいいなってるからもう。かっこいいな。もう打つのがもうブレブレ。かっこいいよ。ほらキャー言うても発狂してるっすね。ありがとう。あ、よかったよかった。来たー。来たーって。でもこれもしかして今日800いったら、もしかしたらほらこれウィン、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。何もう一回。あ、1分前。あ、これ早いね。妊娠した。うわー、認知してください。認知してください、お願いします。勘違いかもしれません。いろんな人のお父さんになるやろね。全世界のね。あー惜しいな、これ800いってたら多分一人一人一人。あー、最後じゃあすみません、イベントの方をね発表したいと思います。14ですね。14日が我らとは試合人、総試合人、総試合人ですね。バスで。そして18日が春主任、あ、違う、春春人、春人、またバスで。またバスで、忙しいな。そんな春主任のバースで。そして21日が継ぐとホスト長のバースデーとなっております。それでは10秒前ということで、最後我らがレンジ代表のウィンクで終わりましょう。よいしょ、アップお願いします。さようならみたいな、何か何を。ほらね。ウィンク、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 ウィンク。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる